こんにちは、小紫まゆみです。はい、今日のテーマはですね、こちら、じゃじゃん。売れるチラシ、広告を作るコツは？ということですね。はい、ちょっと悩んでる顔、考え込んでる顔のイラストを描いてみましたけれども、さあいかがでしょうか？皆さん、やっぱりね、良い商品、そして良いサービスを提供しているからこそ、それを多くの人、求めているであろうお客様に伝えたい、PR したいというのは、私たちの誰もが考えるところだと思うんですけれども、なかなか自分が考えた、一生懸命考えた割には、そのチラシや広告の反応率が悪いと、集まってほしいお客様に集まってもらえないと悩んでいる方は多いと思います。どうでしょうか、この売れるチラシ、反応率の良い広告を作るコツというのがあるんですが、皆さんこの問いにどう答えるでしょうか。はい、正解はですね、こちら、意外でしょうか。はい、自分では考えないことなんですね。はい、売れるチラシや広告の、文章、セールスレター、デザインとかも含めてですね、自分で一生懸命手作りして、文言も考えて、でも反応が取れないっていうことって多いんですよ。自分では考えないでください。じゃあどうすればいいのかっていうことなんですが、こちらに答えがあります。じゃーん、はい、お客様に聞けばいいんですね。ね、なんで買ってくれたのか、自分の商品やサービスの強みや購入の決め手って何なのか。これは考えてみれば至極当然のことでして、すでにあなたの商品やサービスを購入してくれたお客様には買う理由があった。ね、あなたの商品、サービスを選ぶ理由があった。そこに強みや良さがあったからこそ購入しているので、じゃあ、ね、その売りだとか、強みっていうのは自分で考えるんじゃなくて、すでに買ってくれたお客様の中に答えがあるということなんですね。ですからその既存客の方に自分の商品の良さを聞けばいい、売れる理由を聞けばいいというのが、これがですね、正解なんです。でもどうやって何を具体的に、お客様に聞けばいいのか、その答えがですね、書いてあるのがこちら、じゃーん、この本です。はい、販促コンサルタントの岡本達彦さんが書いた、A4 1枚アンケートで利益を5倍にする方法ということで、決して大げさではなくですね、この本を読んで、この A4 1枚アンケート、まあ、中身は5つの質問によってお客様に、商品の強み、サービスの強みを聞いていくということなんですけれども、その、5つの質問を実際に、お客様にアンケートの形で聞き出して、それを活用してチラシを作った方というのが、もうそれまで全く売れなかった高額商品がどんどんと、新しいこの手法でチラシを作ったところ売れるようになったとか、まあ、1000万円以上の売り上げがわずか数万円の広告代から上がったとかいう例が、全国から岡本先生のところに寄せられています。で、私もですね、その何千万の売り上げはまだ出ていないんですけれども、実際に A4 1枚アンケートを自分自身のセミナーやコンサルティングを受けてくださったお客様に実施して、その回答を分析して作ったチラシというのは反応率がいいんですよね。当然ですよね。もう売れる理由を知っているお客様の声をもとに、それを活かしたチラシですので、同じようにニーズや悩みを抱えている別のお客様に集まっていただけるという、そんな成果を実感できているんですね。で、その5つの質問というのは、具体的にちょっとネタバラシしちゃいますけれども、岡本先生すいません。はい、ですね、読みます。1つ目は、商品を買う前にどんなことで悩んでいましたか。購入前の悩みですね。2つ目、なんでこの商品を知りましたか。何によってですね、まあ、ホームページで知ったのか、お客様、どなたか知り合いの口コミで知ったのか、知ったきっかけですね。そして、その商品を知ってからすぐに買ったか、買わなかったとしたら、どんなことが不安になりましたか、躊躇したのかどうか、その理由です。4つ目は、何が決め手になってこの商品を買ったんですか。いろんな商品が他にもある中で、この商品を選んでくれた理由は何ですか。そして5つ目は感想ですね。実際にじゃあ買ってみてどうですかっていう。この質問、この5つの質問、実は一個一個に深い意味があるんですが、この質問をアンケートで聞くことによって、そのアンケート結果を、たくさん集まったね、お客様の声のアンケートを分析して、実際にチラシを作るということなんですが、そのチラシも、一人で一生懸命その作業をして成果を出している方もいるんですが、やっぱりですね、本を読んでやり方は分かっても、なかなか一人で取り組めないという方もいらっしゃいます。そんな方のためにですね、全国で今広がっているのが A4 1枚アンケート実践勉強会といいまして、
アンケートを持ち寄ればそこで分析をして、チラシの原案ラフ案ができるところまで一緒にやってしまいますよと、もうその場でアンケートさえ持ってくればチラシの原案が出来上がるというそんな実践的な勉強会、もうその後ただデザイナーの方にね頼めばそのままもう反応率が高いチラシができてしまうというそんな勉強会が今広がってます。で、私も新潟でその共同主催者の一人としてお世話をさせていただいているということなんです。今後も、専門の Facebook ページもありますし、私どもも、実践勉強会の主催者も、どんどんとアピールして、良い商品を真面目に販売している方、作っている方を応援していこうと思っています。ですのでピンときた方はまたぜひ実践勉強会でご一緒しましょう。こちらの方もぜひご参考になさってください。栄養1枚アンケートで、利益を5倍にする方法ということで、ぜひ一度、ご購読いただければというふうに思います。ということで今日は、ここまでにしたいと思います。小紫まゆみがお伝えしました。